ですね、亀ちゃんを洗います。玉を洗います。玉の甲羅をちょっときれいにしようと思いますね。ちょっと温かい玉甲羅だよ。掃除しました。こうやってきれいにしていきます。軽くでね。さあ、玉が来てからですね1週間経ちました。今甲羅をちょっと洗ってきてお風呂に入った後にですね、じゃあ今日は1週間でそんな変わんないと思うんですけども、甲羅の大きさをちょっと測ってみたら、うわちょっと暴れますね結構。はい、でいきます。甲羅の大きさを測ってみたいと思います。伸びてますね。6センチ。6センチになってますね。うわ、ちょっと暴れますね。6センチになってます。たまちゃん6センチになりました。5ミリ伸びてます。1週間で伸びるんですね、やっぱりね。はい、6センチでございます。もう一回測ってみましょうか。これ1週間で5ミリ伸びましたね。6センチなってますね。5ミリ伸び、大きくなりました。5ミリも。1週間で、たまちゃんが6センチになりました。続きまして、こちらですね。体重を測っていきたいと思います。30グラムでした。来た時は。来た時は30グラムでした。さあ、果たして、たまちゃん、どれぐらいになって、カップになるとおとなしくなります。はい。33g。 たまちゃん 33g ですね。カップになるとやたらおとなしくなるんです。たまちゃん 33g でございます。 33g になりました。ちょっと増えました。体重もちょびっと増えました。 34g です。 34g、 33ですかね、4ですかね、3ですかね。グラムだけ増えました。1週間ですからね、まだ全然伸び、こんな増えないと。甲羅がちょっと5ミリ増えてましたね。はい、身体測定終わり。マスクを戻してます。おとなしく、カップの中入ると急におとなしくなっちゃうんでね。甲羅もちょっと綺麗にしました。みどりちゃんもね、今度綺麗にしますから。順番に綺麗にしていきましょう。たまちゃんの様子を伺ってますね。身体測定から帰ってきたたまちゃんが、ようやく動きでした、ね、じゃあ水に入ってください。水替えもしますけどね今日。わあ、すごい飛び込んだ、飛び込んだね。甲羅は綺麗になってますね。甲羅に入ったあの毛もみたいのが全部なくなりました。綺麗になりました甲羅ね。毛が全部なくなりました。ほら甲羅すごい綺麗になった。よかった、ね、ものすごい勢いで泳いでますよ。ものすごい勢いで水替えしたんで、ちょっと水ちょっと冷たくなったんで、ね。はい、コーラはめっちゃ綺麗になりました。Thank you.
食べようと、あ、こっち側に来た、諦めた。植木鉢シェルターが縦にされてました。すごいパワーです。どうやってやったんだろうか。怖いからね。縦になってるな。なんでこれ縦になってるの。二人してやったのかな、一生懸命。パワーだ。植木鉢シェルター縦にされてる。直します。こうやってシェルター、こうなってんすよ、いつもね。いつもこうなってるんですけど、どっちかが縦にしちゃってましたね。よくできるな。パワーありますね。すごいですね。あの、持ってますね。お気に入りの場所ですね、緑ちゃんの。すごいですね。はい、たまちゃん。
元気ですね。今日ね、初めてのカメプロスあげますんで、ちょっとあげてみましょうか、ね。